中日の契約公開交渉が8日、名古屋球場に隣接する選手寮、昇竜館でスタート。福永勇気内野手は今季年俸720万円から倍となる1440万円で公開した。社会人野球、日本新薬からドラフト7位で入団。26歳のオールドルーキーとして開幕1軍をつかみ取ると4月には月間打率3割超えをマーク。 ただ8月には21打数1安打と調子を落とし、一時は出場選手登録を抹消されていた。最終的に97試合に出場して打率2割4分1厘、15打点、2本塁打の数字を残した。夏場に先制を離脱したことに、体力の面でも143試合しっかり戦って結果を残すというのはすごいことなんだなと思いました、と実感。 オフの課題の一つに体力強化を掲げ、1年間戦える体をしっかり作っていきたい、と力を込めた。